つインカが。ちょっと大きめ。イワシはいるんですね。イワシの下に肝心なのがオールかオランかですよね。何メートルですか？25メーター。かかるとこは自分で探して。かかるとこ自分で探してと。ちょこちょこいますね。コン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 っていう。お、でもすごいイワシが湧いてるのかな。そこね。上の方でとかもめっちゃ跳ねてる。仕掛けダメっす。入るよ。惜しかったな。張り替えたらめちゃくちゃ来ました。全然違いますね。一匹だけか。まあでもイワシ結構でかいですね。めっちゃ暴れてました今。いい感じですね。おお、これが正解やったんかな今日の針の。マジか。なんかクン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 ってなってたんですよ。アジっぽい重さですよ。まあ食われた。まあガシラでも。ガシラ。でっかに一瞬かかりましたよ。よかった。張り上げてください。ああ、当たってた。でかいイワシ。でかいイワシおった。でかいイワシ強いなって言ったら。よし来た。やめてよ。なんか来ましたよ。ちょっと軽いけど。ちょっとでも軽いな。ほんまや。3匹目エソ。先そこ3メートル以内に着いたよ。お、来たか。きついんかが。お、ちょっと大きめ。あんまさん、振ったかいよ。ちょっと大きいですよ。ハマチぐらいと思う。え、それやったらどうしよう。何？マハタのちょっといいやつ。何これ？マハタって食べれるんですか？これやったら持って帰ってもいい。ありがとうございます。なんか意外なっていうか、何も知識もない人なんです。
なんか来ましたよ。多分。え、そうやったらどうしよう。マハタに、さっきのマハタに近い感じかもしれないですね。あ、ヒラメ。いや、そうやけど。ヒラメっすよね。なんか来ました来ました来ました。多分ちょっと大きめっぽい。あ、ヒラメや。同じ大きめじゃないわ。いや、ヒラメです。ヒラメ、ちっちゃいヒラメ、さっきと一緒。